はい、えー、それでは2018年12月の担当式本試験監査論の回答速報を始めたいと思います。レックセニン講師久坂です。よろしくお願いいたします。えー、今回は皆さんのどうだったでしょうか。えー、正直なところですね、1回目問題見た時にはあれこれどれがねあの正解あのできるんだろうとえー、すごく難しいなというのが正直な感想です。 でえー、まああのレックのね監査論の講師、えー、数名でですね説くんですけどもあの非常に実務的でですね難しいと。でまあ,あの結果あのみんなで答え合わせしてみるとまあ合ってたねっていうところも確かにあるんですけども、まあ、そうは言ってもねこのレベルのことを受験生に出題するのかというところでですねまあ,あのちょっと。 難易度的には難しかったんじゃないかなというふうに率直な感想として思っています。でその理由は今申し上げたとおり、ねまあ、もちろんですねそうは言っても換気法とかをベースにして、まあ、回答できるところもあってですねそういったところから、まあ、あのレックとしての、えー まあ、ボーダーラインですね。の予想も出していますので。えっ、ー、と、まあ、あの、この後ね。えー、問題の解説とともにお伝えしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、それではですね。早速問題見ていきましょう。問題。一ですね。はい、えー。この問題は財務諸表監査に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせを。選びなさいと。 いうことででえー、っとちょっとごめんなさいもう一回あの、えー、前提としてですね特に問題1から10までね前半 の方がまあ圧倒的に難しく感じたと思います。で後半はまああの正当可能性高そうな問題もいくつかあってですね。えー、そういった意味で後半の方がまああの出来は良かったのかなというところですね。はい。で、えー、もう一つはあとすべて五点の問題ですべ、えー、て正しいものを二つ選ぶという、ね、組み合わせ二つ選ぶ問題でした。はい。えー、まずじゃあ問題一いきますが、えー、財務省監査に関する問題で。 あですね、この「あ」はね総括的な目的これはですねもう換気法にねバッチリ書いてあります環気法200に書いてありますから「あの」あのところはまあいいかなと思います。でえっ、ー、と「い」ですね。 委、えー、はです、ね、これはえー、っとここはちょっとまあ,あの一瞬なんだこれは何言ってるのかなというふうに思ったかと思うんですけども読んでみましょうか。いは監査人は法律上の解釈が必要となるような違法行為の兆候を発見した場合には意見表明による財務省の適正性の保障の対象としてではなく、まあ、ここら辺でハテナって感じですよね。監査人はあくまでも財務のの重要な虚偽の表示こ、ね、ここれれれにに関関しししてててね発見 でえー、その有無をねもと、えー、にですね、まあ、あの意見表明するわけですから保証の対象としてではなくっていうところが、まあ、ちょっとはてなって感じですし、えー、当該事項の経営者等への報告によって対応しなければならないと、ねえー、むしろ監査人は保証の枠組みの中でですね間違ってるものはあの間違ってるという意見を、ね、出すということですからやはりここは「い」がね間違ってるとまあ,あの環境250なんかを参照していただくといいと思うんですが「い」はね そういった観点で迷われたかもしれないですけども、まあ,あの常識的に監査論の常識的に考えると、まあ、ここは違うというふうに切れるかなと思います。でうですね。うのこの追記情報はもうこれ、講義の中で何度もやってますよね。うの追記情報っていうのはこれはね。指導的機能ではなくてね。あくまでも監査人の意見表明とは明確に区別する監査人からの情報提供であると言ってますから、情報提供機能なのでうはバツということになります。 なので「まあ」A、が正しいで「い」は×で「う」が×ということで、まあ、必然的に答えはね「え」になってくるわけなんですけども「え」はこれはもうね、あのー、絶対的なものというより心象的なものであるこれはもう、あのー、有名なですね平成14年の監査基準の改定前文にねしっかり書いてある内容で改定前文についてはしっかりと、ね、読んでくださいということを言ってますから、まあ、この「え」のところもねできてほしかったということでこの問題1はですね え、正当可能性は高いというふうに、えー、レックとしては認識しています。はい、問題1ですね。問題1はそういった問題でした。はいで、えー、問題2ですね。 問題には公認会計士法の問題でえっ、ー、とね。これはね。ちょっとまたあのまあ、問題。1はあの今回の全体としては難しかったと言いながらも問題。1はまあ解けて良かったんですけども。問題にはこれははっきり言って正当可能性低いですよ。公認会計士法の問題です。で、これはね。ちょっと ままああ細かかいいいというかですすねあ見ていきますよあはこれはですねある会社の財務書類について監査法人の行う監査証明業務に関与した公認会計士が当該財務書類に係る会計機関またはその翌会計機関内にその非監査会社の連結会社の役員となった場合となんかこの時点でえっ 役員ってれなななれいいんじゃないのと就職制限あるでしょっていうふうにね思われた方あのそれが普通だと思うんですよただこれ実はね原則として就職制限があるので役員となれなくて役員となれてしまう、まあ、例外的な場合にはその当該監査法人は当該機関にかかる非監査会社の監査証明を行うことはできないこれがねばっちりと えー、会計書の34条の条号に書いてあるんですよねだからまあ「あ」は書いてあるんで「丸なんですがここは正直ねあの、まあ、端っこの論点ですよだから「あ」がこれが、えー、っとその「丸になるっていうことがねあのできなくても仕方ない。で「い」いですよねこれも「いい」もですねなぜこういう問題出すのかって話ですけど。 え会計士が財務省の調整ですよね作ることをしてる行いながら同時に監査証明業務を行うことはあいかなる場合にも禁止されるということですけどもこれまあ,あの現実問題は二重責任の原則とかありますしね倫理規則等ありますからじゃあ実際に財務書類を作った調整した会社の監査できるかっていったら実際できないですよね普通はね。ただこれは問題はこれ公認会計証の問題なんですよ。 公認会計司法上はこの,あの財務書類を調整した場合に監査ができないというのはこれは基本的に代替者に限られてますよねだから会計司法上はいかなる場合にも禁止されてるわけじゃないので罰と。 ね、まあこれはじゃあ会計書に書いてないからあの、ねえー、自分で財務書類作ってやっていいのかって話になりますからねまあこれあえてなんか担当で出すのもどうかなっていうような選択肢ではありますね。ああもいいも、ね、これ難しいです「でですよ、ね、でう」はこれもねこんなの監査法人入ってから知ればいいって話なんですけども監査法人の社員は「 他の社員全員の承認を受けた場合には事故または第三者のためにその監査法人の業務と競合する監査証明業務を行うことができるこれね2条1項業業務務のことでですす。けども1項業務はダメなんです監査法人の社員は一行業務を、えー、もちろんその監査法人でやりますから他のねあの監査の中で一行の他の監査をやるってことは監査法人の社員はできません。ただ、あのこのの、ね、全員の同意が、 あの承認がある場合には二項業務をやることはできるんです二項業務をやることはできますけども一校業務はできないとまあこれもね受験生別にあのここのところってそんなにあのすぐにね実務上あの知ってなきゃいけないことじゃないんでまあまああのちょっとね受験生中生の問題ですよねこれねうわだから罰なんです監査証明業務はできませんいかなる場合にもできません はい、でこのあとこれはいいですね、まあ、絵だけはもうこれねすでにあの普段のからの学習でよくやってることで、えー、会計士がねこのこ故意にがポイントですよ故意に過失ではなくて故意にやった場合には2年以内の業務停止と登録の抹消ということになりますので、まあ、絵は丸だということは分かるんですけども他の「あいう」がねよく分からんということでこれは正当可能性が低いということになります。はいではねどんどんいきますけども問題3いきましょう。 はい問題3は監査人の職業倫理及び独立性に関する問題ですはいで問題3はですね、まあ、これは、うん、あの私は中程度かなと思ったんですけどもちょっとあのねえー、監査論家のですね皆講師の意見を聞くとですねまあこれは正当可能性高くてもいいんじゃないかという話でレクとしては高いにしています。 はいでえー、っとまずね「あ」のところこれはもう講義とかで、ね、あの普段からやってる話で、えー、独立性の遵守に関すする確認書ですよねあ独立性保持のための方針及び手続きの遵守に関する確認書これは少なくとも年1でもらって、えー、それは紙媒体または電子的媒体でよる,よるってことなのでこれは「あ」は「丸と。で「い」ですね。「い」はこれはねちょっとね難しかったと思うんですけども「い」は結果としてこれ「丸になります。えー、これはまああのー 独立性に関する指針とかっていう話もあるんですが、もっとね皆さんの勉強の学習範囲内で言えば、換気法のまあ二百六十のそうですね二百六十の A 二十一とかね、えー、そういったところがまああのー、根拠に基わまるということになります。でえー、っと U と A ですよね。U このあのー、独立性のね、えー、手続きと方針方針と手続きが適用される場合にこれね ネットワークファームの専門要員は含まれないとこれれはねね含ままます、ねまあ、ここも監査論のまあ、あのー、常識というかですね監査論の学習されてきた中での常識から判断していただいてあの基準を知らなかったとしてもネットワークファームの、ね、専門要員はじゃあ、あのー、このね独立性の保持のための方針とか手続きは適用されないのかそんなことはないでしょというふうに考えていただけばまあよかったと。まあ、品規法のね1号のね、えー、号にに書いてあるんですけども、まあ、ここは まれないとあととと絵のこころ、ね、これ難しかったと思います会計手法の施行規則の、えー、第3条かなそこにあのこのね特別の利害関係を検討するにあたって持ち分文法適用会社まで考慮に入れなさいと書いてありますので絵は×と。なのでまあこれねうんちょっとどうかなっていう感じですけど、まあ、受験生の皆さんがですね素直に解いていただければあと「E が選べたかなということでレックとしては正当可能性が高いと。 はいそれではですね問題4に行きましょう。問題4は「えー、と禁症法の、えー、監査」に関するね「えー、禁症法監査制度」に関する問題です。はいでですね問題4のこの、えー、と正当可能性はあこれは中程度としています。でまず「あ」はね、えー、これはですねあの これもね、まあちょっとあの基準を知ってるというよりはまああ,のある程度ね監査論の常識的なところから判断していただいてやるしかなかったとまあ倫理規則なんかの部分でしょうけどね根拠となるとすればね、えー、これは「公認会計士または監査法人は内閣総理大臣が公益または当事者保護のために必要かつ適当であると認める場合であっても守秘義務から点々点々を提出してはならない」と。この… 内閣総理大臣が公益または投資者保護のために必要かつ適当だと認める場合この場合に守秘義務だからね何も提出できないんですそれはやっぱりねあのないんですよね。内閣総理大臣があの必要だとで公益または投資者保護のために必要だと言ったらそれはねいくら監査人が守秘義務があったとしてもそれは内閣総理大臣の,その判断があの優先されますからこれはね そこまで守秘義務が求められているわけじゃないということですねはいで E なんですけどもこれはねあの実は過去問解いてくださいよって何度も言ってたんですけどこれ E は過去ね数回出てるんですよね、上場会社であってもですねまあ、原則監査証明は必要なんだけども公益または投資者や,やっぱりここなんですよね公益または投資者保護にかけることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けた場合まあ、承認を受けてりゃ監査は不要だということであのこれ最初に 担当で出た時はね。いやーこんなことあんのかというふうな意見もあってですね。あのー、あったんですけど、いやこれはね。正確にあのー、法律に、えー、禁金に書いてありますねやっぱり内閣総理大臣の承認があれば、監査証明もいらないんだということですね。はいなのでえー、っと今これは正しいということになります。でうなんですけど、こんなの実務やってないとわかんないですよね。うは禁賞法は？ 上場会社の監査証明を行う公認会計士または監査法人を会社法上の会計監査人とすることを求めているとこれはね書いてませんどこにも。 で実際にそんんななことないんですねただあの今日問題あとで出てきますけどあの内部統制監査とね、えー、財務省監査これは監査人が同じでもうさらに業務執行者員監査法人が同じだけでなくて、えー、業務執行社員が同じでなきゃいけないっていうのありますけどもここの会社法とですねあの禁書法のね監査会計監査人これはあ別に一緒にするなんてことは書いてないと、ね、いうことですね。はいなのでバツとでえっ、ー、とまう、あ、こですね。 A はこれいいですか四半期財務省の監査証明は一般に公正妥当と,と認められる監査に関する基準及び観光に従って実施された四半期レビューの結果に基づいて作成される四半期レビュー報告書により行われるとこれはもう何の問題もなく丸なんですでただあのこれ受験生の方でですねまあ私の講義の中とかでよく言ってたんですけどここ四半期財務省の監査証明はっていうところで引っかかった方いるかもしれません。 この監査証明って別に監査のこと言ってないですからね監査証明っていうのは監査または証明としてレビュー業務も含むということでなのでこの監査証明っていうのは監査を指してるわけじゃないのでここで切らないでいただきたかったということ。なので過去問をやっていて絵を素直に読めたら「意と「絵はできるので私はね意外と正当可能性高いでもいいんじゃないかなと思ったんですけどまあ過去問をみんなが解いてるわけでもないということとね「ま右、あの選択肢がちょっと難しいということと「まあい」もね知らないと できないと思いますので、まあそういった観点から中程度ということにしています。はい、では問題語行きましょう。問題語はですね、会社法ね、会社法監査制度に関する問題です。はい、えー、問題語行きますけども、A の選択肢です。えっ、ー、と A はね、これはこれもこの問題語もえっ、ー、とこれは難易度は中程度としていて、まああの受験生のね皆さんは逆に 会社法が試験でありますから、あの我々と違ってですね、我々監査の実務化はあの意外とねこの会社法のこういう細かい規定とかねあのちょっと調べないと分かんないよってところもあってですね、あの皆さんのが得意かもしれないのでそういった意味で、えー、中程度としてます。ただあの選択肢もこれあの我々会したらちょっと難しいかなと思ったんですけど、えー、会計監査人は会社の役員と同様に委任に関する規定に従い、その任務をこった時は会社に対して損害賠償責任を負うが、すべての株主が同意した場合には免除される。 これ「丸なんですねあの会社法百424条」にそのまま書いてありますので「あ」は「丸と。はいで「えー、とい」なんですけどこれも皆さんご存知だったでしょうかね、えー、この任期の話ですけどもあの監査等委員でここですよ監査等委員である取締役の任期が2年これを「 短縮することが可能であるっていうのはこれ罰なんですね。短縮できないね。監査等委員である取締役の任期は2年って決まってますから、これは罰ということになります。 はい、で「う」はね、えー、これは会社の331条かなここで「丸なので「う」は「丸と、まあ、これもあの会社をやってる皆さんだったらねできるのかもしれないですけどまあそんな簡単ではないと。で絵だけは簡単ですよ。ね、これはよくもう監査論でもやる話であの子会社のね業務および財産の調査権これは子会社が拒むことがねあの正当な理由があれば拒めるのでこれはまずですよね。なので、まあ、答えは「あとう」ということになります。はい では、えー、次行きましょう。問題の6です。えっ、ー、とこっから内部統制が続きますね。内部統制監査に関する記述で正しいもの2つということになります。はい。 で、えっと、問題6の正当可能性はこれ低いですよ。これはねやっぱりりまたかなり実務的ですけども、えー、内部統制監査において監査人が内部統制の有効性を評価する際に内部統制の有効性の経営者による評価結果を利用しない場合には監査人は経営者の評価方法を具体的に検証する必要はないと。 ということなんですねでこれまあ実施基準に書いてあるんですね内部統制監査の実施基準でまあ経営者のね、えー、評価結果を利用しない場合は別に検証する必要ないよということで「えー、あは丸と」は「○」ということ細かいですよねこれね。 えー、基準通りとというこでですイ、えっと e ね e、は、まあ、ここは、ね、直接検証する形式これはあのダイレクトレポーティングの話ですよね。でダイレクトレポーティングはこれ日本の、ね、内部統制基準上は、まあ、あの認められていませんのでイ、えっと e、は×ということになります。で うですす。ね。うは、まあ、ここいいいと思います業務執行社員まで同一であることが求められていますからね財務所要監査と内部創生監査は業務執行社員まで同一であることが求められているのでこれは求められていないというところがツだということになります。はは、は、い。で、A、ですよね。A はえー、これは 内部統制監査における経営者による、えー、内部統制の有効性の評価結果はその評価方法を具体的に検証することによって監査人が自ら入手した監査証拠として利用することができる、まあ、ここはね実は講義等でもねよく扱うところなのでこれは 経営者があの評価した結果であっても、監査人がね、ちゃんと自分で検証すれば、それは自ら入手した監査証拠として扱えるんですよということがありますので、まあ、これ、具体的にはね、あと絵で、えー、決まるんですよね。まあ、あの、ちょっとね、このあが細かくて難しいっていうことと、まあ、いとうは、まあ、わかるんですけど、うんと、そうですね。まあ、これもちょっとね、六は。 うん、あが難しいので、まあ、低かなというところですね。まあ。あの、よく見積もっても、中程度というところですかね。はい、これが内部統制監査です。で、もう一問内部統制監査が続きますね。はい、えー、問題なら内部統制監査の次の記述ということで、あからありますけれども。えっ、ー、と、これもね、えー、正当可能性は低いにしてます。で。 えっとまずねそもそもこの「あ」ですよねあ。見ていきます監査人は全社的な内部統制の運用状況を検討するにあたり経営者により統制環境に係るいくつかの項目について内部統制の運用状況に関する記録が策定作成されていない場合には評価の対象となる情報が存在しないためここね 経営者が決定した評価範囲評価手続き及び評価結果に関して不適切なものがあるものとして評価すると、まあ、ここもあの今までねあのいろんな引っ掛け問題とかを解いてきたと思うのでいいいいききななり不適切ととはは言わないだろうと判断ででた方はいいんですこれ確かに選択肢としてはバズの選択肢なのでなんかいきなり不適切そんな急にねあの存在しないので不適切とは言わないだろうって思えた方 が、まあ、正解でで事実ですね基準上この場合は関係者への質問とか観察をして、ね、あの運用状況を確認するっていうふうに書いてありますので基準は多分、ね、そこ細かいので知らないと思いますが、まあ、いきなり、ね、ないから不適切ということには早急にはならないということですね。 はいで「い」のところですね「い」はこれは、えー、っと内部統制ねこう2行目の後半経営者から内部統制の構築の段階において意見を求められても応じてはならないと言ってます。まあこれ皆さん財務所表監査考えたらですねあの指導的機能ってありますよね指導機能。で指導機能を発揮して ねえー、とこういうふうに直した方がいいですよって財務省でも言うんですよ。言うけれども二重責任の原則があるからだからね、あのー、最終的な 判断最終的な判断は経営者がするんであって受け入れるかどうかは経営者なんですだけれども指導機能を発揮して、えー、その助言をしてあげることは当然ねそれがまあむしろね非監査会社も求めていることでもありますしねですからその指導機能っていうのは発揮が当然ねあり得るとでここの問題でもですねその通りで、えー、内部統制のね構築段階でもむしろどうやってねチェックしたらいいのかってことをアドバイスしてあげることは有用ですからそれを受け入れるか受け入れないかは経営者の 責任ということであって、えー、これは応じてはならないわけがないということで、うん、いわばつはいでまあ案が、ね、難しかったんでで「う」ですよこれっっててでですすすねね実務やなないいとわかんないですよよ、ね、きますよ内部統制監査において監査人が経営者の内部統制の運用評価の妥当性を検討する際に監査人自身はサンプル抽出を全く行わずに 経営者の抽出,抽出したサンプルを自らの用いるサンプルとして選択して検討することがありうると、これも実際あるんですよね。はい、まあ、これはもう本当ここであの後い、e、を罰にできるかどうかということですよね。はい、これは実際あり得ると。 で、まあ、実施基準の3のようにも書いてあるんですけども、まあちょっとここは別にあのできなかったからって全然ね。合否には影響ないし、あのこんなところをやってるようだったら、他の科目勉強した方がいいですので、まあ、ここはいいと思います。で絵ですね。はい、監査人あ、あとこの絵も丸なんです。まあ、この絵はね。これもまあ実務やってるとわかるんですけども。あのこれね。 内部統制の評価の妥当性を検討する場合にもですねこのね基本統制上の要点についてこの監査要点に適合した監査証拠を入手しなきゃいけないっていうこともこれもね書いてありますこれも実施基準の3の4に書いてありますのでまあそういった意味でですねただこの「う」と「え」はかなり実務的で「あ」はよくねわからないということで「あのい」だけですよ判定できるのはねやっぱりここは正当可能性もう6よりも難しいですね問題7は低「て」と。 6も「定にしましたけど7はもうこれはもうあの絶対に「定ですねはいで、えー、と8いきましょう四半期レビューでこの8は逆に簡単ですよねえっ、ー、と8の四半期レビューに関する問題これはまあ,あの正当可能性はもちろん高いとしてますでえっ、ー、と「あ」ですね四半期レビューにおいて監査人が要求される補償水準は財務所要監査よりも低いまあこれはそうです、ね、補償水準は当然低いと ため、えー、消極的保障ですからね。ため職業的会議員の発揮の程度は財務諸表監査のそれよりも低くなるともうこれありえないですよね。あわね、えー、財務諸表監査のそれよりも低くなるってこれ同じね。 会議審のの発揮の程度は同じだというふうふにこれ、ね、あの書いてありますから、えーまあ、例えば四半期レビューの実務上の、ね、取り扱いとか、まあ、あごめんなさい、えー、とこれ実務上の取り扱いじゃなくて四半期実務審ね実務指針なんかに書いてあってあのこれはレジュメ等でも、ね、あの再三この通り書いてますので、まあ、ここは何の問題もないと。で、えー、今ですねこれもよく言ってますよね質問に対する回答が合理的な場合は裏付ける証拠の入手は要求されないともうこれもう絶対そうだと。 で「うです、ね」うは「まあ、う」がちょっと迷うにしてもこれ矛盾または異常な変動に気づいた場合もこれもね閲覧なんてこんな実証手続き求められてませんね追加的質問でいいということなのでこれ閲覧をしなきゃいけないっていうのは罰と。で「えこれはね試案期レビューにおいて監査人はこの「 見積もりの、ね、方法とか見積もりと監査人が行った見積もりの比較見積もりと実績の比較とは要求されないということであの実務を知ってればねああもうその通りだと要求されないということで丸にできますしあとねこの見積もりと実績の比較って実証手続きなんですよ実証手続きっていうのは四半期レビューにおいては求められていませんよね。ですから実証手続きをやらない四半期レビューは四半期レビュー手続きなんだということが分かってればですねこの問題は別に難なく解けると。 いうことになりますので、やっとですね。この内部統制のに問ね。難しいところからまあ、えっ、ー、と。ここで正当可能性高いということになります。はいで問題9。いきましょう。えっ、ー、と監査の品質管理の問題ですね。で、監査の品質管理の問題もまあ、これもですね。まあ、あの正当可能性は一応高いにしてますね。で、えっ、ー、とまあ、受験生が素直に解いていただければ、まあできるかなというところで。 あのいきますけどもこれね、えー、監査事務所「あ」のところは、まあ、ここはなんかあの内部規定や、ねあのまあ、品質管理のシステムを内部規定や監査マニュアル等において文書化しかつ専門用に伝達と、まあ、あんまり罰の要素が見当たらないんで、まあ、ここ結果として丸なんですけどもちょっと分かんなくてもまあいいと。でいいですよね。これ結論を見るとてての監査業務において ローテーションさせなければならないとね。責任者とか審査担当者。これは罰ですよね。うん、あの、えー、ローテーションって大会社等だけですからね。会計証で求められているのはね。だから、あの大会社等でなければローテーションあ,あのいらないということになりますから。まあ、今あこれはバツとでうですね。 でこれもよよくやってますよね監査責任者は全ての監査聴取を採掘することまで求められていないその通りだという感じで、えー、とまずう「う」が「丸い」が「×」とで「あ」はよくわかんないことですけどもこのね「え」監査人はこれ最終的なファイルのね整理が完了した後に「 修正または追加の記録を行うことはない原則ないですけども絶対ないわけじゃなくてねあの場合によっては行いますのでこれは罰とまあここもちょっと知ってた方ねあの多かったと思いますので、まあ、これはあと「う」ということになりますので、まあ、問題9はまあこれでいいかなと思います。はい、で、えー、と問題10ですね。えー、と問題10はですね監査業務の審査ね監査業務の審査に関する問題で。 これはね、まあ正当可能性中程度というふうにしています。はい。えー、っとまずですね、あのあのところはこれえー、っと原則としてその観察業務に対する客観性を有するものの中からここですよね。 監査責任者が審査担当者を示す。まあ、これ責任者にとって有利な人を選んじゃいそうで、なんか、間違ってるなと思うと思うんですけど。これは、あの、ね、示し、原則して示してはならない、というふうに、えー。これはね、あの、書いてありますので、基準上書いてあるので、えー、ここは、バと、いうことになります。品規法に書いてありますね。で、い、ですね。いは、これは、あの、まあ、これもね、えー、環境二百二十かな、あの、書いてあって。 これは重要な、ね、事故については審査担当者は協議するだけじゃなくて監査調書の検討も実施しなきゃいけないと、まあ、ここはね「丸なんです、まあ、ちょっとここはななななかかかかか判断つかなかったかもしれないですけどもあのここは「丸と。で「う」なんかもですねこの審査担当者を選ばずね合議体でもいいということがこれ知らなかった方はねまあ過去問には実は出てるんですけど、まあ、合議体でもいいということがあって。 でこの合議体にね構成員が従事している監査業務の審査においてはその構成員が審査には加われないものの案件の説明ができる過去に出てるんで、まあ、ここは丸ということなんですけどもあ過去に出ててねなんで、まあ、できて、えー、もういいとこなんですけど、まあ、難しい難易度的には難しいと思いますね。はい、であと絵ののこの 業務の実施中に審査担当者の専門的な見解の問い合わせを行うことはできない。これはもう罰ですから、あのこれはよくやってるところで、そういった意味でですね、絵が罰になると、で、えっ、ー、と案を罰にできれば、まあイ、e、とウがね、消去法的に丸になるので、まあそういった意味で難易度は中とね、あと絵で切れるかなというところです。はい、えー、では問題十一いきましょう。 企業会計審議会が公表した監査に関する書基準についての記述で正しいものを選びなさいという問題ですね。はい、で問題11もですね正当可能性中程度といいう,うにしていますでまず「あ」のところでねこれはねまあまあできたかもしれないですね不正リスク対応基準は常にと常に監査の基準を構成するとこれあのいわゆる上場企業等だけですよね不正リスク リスク対応基準が適用されるのはねですから常にではないということでまああは×に何とかできたかなというところですはいで「い,い」ですね「い,いは」は、まあ、これはですねえー、っと四半期レビューの場合に、えー、これね、えー、監査基準の一般基準とか品質管理基準が適用されるとこれはもうあの講義のレジュメどおりというところで「まあ、い,い」は「丸と。で「う」ですけれども、えー、これは「 内部統制監査の場合に品質管理基準を遵守することが求められないと、まあ、これはですね常識的にま罰かなというふうにねあのまあ、えー、思っていただければよかったとまあ、品質管理ね、えー、この基準に出てますけどもまあ、ここも常識的に解けるかなというところですね。 はい、であとまあ最後ねちょっと一瞬中間監査のことでうっと思ったかもしれないですけどもあのまあ観基準以外に中間監査基準が実はありますので基本的にはまあ順用されるということでねここは丸になるとまあ絵なんか知らなかったよという方いらっしゃるかもしれないですけども「あ」が×で「うんと」U、も×にすればですね「まあ」A、と「う」が×といえば「い」と「A でね、まあ、丸にできるかなというところでまあ,あの中程度ということにしています。 はいえー、問題12いきましょう今度は、えー、で問題12まあここまでがね、えー、とちょっとまだ中程度というところなんですけども正当な注意と職業的懐疑心に関する記述で、えー、とまずね「あ」はいいと思うんですよ。あは 監査における正当な注意とは職業的専門家として当然払うべき注意であり専門家の責任の限界にも関連するが公認会計手法では監査人が監査証明について相当の注意を怠ったかどうかで懲戒処分の対象となる場合があるということでまさにね相当の注意を怠ったかどうかがこれが懲戒処分の対象だと、ねえー、いうことで、A、丸になります、はいえー、ここが正当な注意の話。でなんですよねは 監査人による職業的会議心の保持や、えー、発揮が適切であったか否かは具体的な状況において監査人が行った監査手続きの内容で判断されるとこれね他の選択肢がなければ罰かなと最初思いましたね。い、え、のー、の選択肢は監査手続きの内容中身とただここがおそらく意図するのはまあ中身がね あの例えば、えー、監査手続きのですね、えー、種類がね間違ってるとかそれが明らかにこの正当な注意をね払ってなかったと、ねえー、会議審を払ってなくてあの疑ってなくてですねなんかあの間違った手続きをやってるなんてことが考えられますので、えーまあ、そういった意味でね、えー、会議審ちゃんと持ってたんだったらこの監査手続きやるよねということでまあ あの内容で判断されるということが、まあ、これが回答上「丸になるんでしょうけどね「丸なんでしょうけどもちょっといは、ね「は難しう」と「え」なんですよこれ「う」は経営者は不誠実であるという想定をして監査をこれはないって、ね、誠実であるとも不誠実であるとも取らないその立場は不正リスク対応基準においても変わらないと言ってるくらいですからあのどの立場でもね誠実不誠実だどっちも想定しないっていうのが監査基準。 等の立場ですね不正リスク対応基準も同じ立場ということなので「うわ」わこれはバと。で「A ですよね「A はあの過去の経験に基づいて経営者に信頼が受けると認識して会議心を軽減できる要はもうこれ会議心を軽減できる場合なんてないんですよ。ねえっと、問題8でもありましたけれども問題8もね四半期レビューだったら会議心が低くなるかってそんなこと誰も言ってないしここでねあの 過去の経験で信頼がおける場合に、えー、会議審をね、えー、軽減できるなんてこともこんなの誰も言ってないですからここは是非罰にしてほしいということで「うとえ」で罰にできるんで問題中には、えー、中程度にしてますけどもどちらかというとね「うとえ」さえ分かってしまえばあので分かりやすいのでまあ正当可能性高いに近くてもいいかなと思え、まあ、高いと言ってもいいかなというぐらいの問題です。はいで 問題13から18まではこれは最初に言っときますが正当可能性高いとしてますね、えー、問題13あたりからね18まではやっとねああのー、もうあの受験生のね努力が報われるというような問題かなというふうに思っていますはい、えー、じゃあ早速ね見ていきましょう、えー、まず問題の13は監査計画の問題ですねでこれ計画の話の時にもやっぱり言いますけどもこれ 計画活動の内容と範囲は初年度監査継続監査のいずれにおいても同じとこれは同じわけがないとね過去に監査をしたことがある場合には、えー、これは計画はね、えー、より簡単になりますし過去に監査をしたことがなければ計画はより慎重にねあの細かく立てます。だって 皆さんがこれよく勉強に例えますけども会計試験の勉強の計画を立てる時にまああの過去にね会計試験の勉強したことがあって受験したことがあれば計画は比較的ねあの簡単に立てれると思います。これに対して初めて会計試験を受けるんだといった場合にえ計画ってねあのもっとね綿密になると思います。それれと同じですねはいでいいですすすねねねははがこ あの計画通りに監査を円滑に実施するためにこれ事前に経営者と協議するとともに 従業員の業務と連携しなければならないということで、まあ、これね連携するあのするてして効率的になることももちろんあるんだけどもしなければならないっていうことではないのでここはツですよねこれも基準知っていればですね、まあ、切れるということで後といで切れちゃうんですね。 であと「う」はねここはちょっと知らなかったかもしれないですけども例えば専門家の業務の利用の程度の決定のようなリスク対応手続きの実施前に完了することが必要な活動が含まれると、まあ、ここはもうちょっと頭の中で想像するしかないと思うんですけども例えばね、えー、じゃあ不動産鑑定士さんの業務を利用するっていう場合に利用する前にですねどの程度利用するかってことを決めてですね不動産鑑定士さんの業務を利用するってことが必要になりますのでこういった場合ね うんとリスク対応手続きの実施前に、えー、リスク評価手続き、えー、あごめんなさい、えー、と監査計画ね、えー、監査計画をかく、まあ、あの決めなければいけないというような完了しなければならないということがありますよということでうはまあ丸とちまるとここはまあ若干迷ったかなというところでありますね。はいで A、はねこれは あのまあ、何かですね著しく異なる情報に気づいた場合は基本的な方針まで修正することがこれはあると言いましたよね、えー、これも会計試験の勉強でよく例えますけども、えー、会計士に受かるっていうその基本的な方針がですねあの細かいね、えー、詳細なあの監査計画ね詳細な監査計画で、えー、あるいは詳細な勉強計画でですねあのもっと勉強時間かかるかなと思ってたらあのなんか知らないけれども担当受かってしまったと。 受かると思ってなかったのに受かったということであればじゃあ会計試験の合格をね来年の合格じゃなくて今年の合格にしようとかねあの2年後と思ってたのに1年後にしようとかね根本的なところまで、えー、計画って変わってきますからそういった意味で、えー、監査をしてて著しく異なる情報があればそれは基本的な方針も変えることもあるということで、えー、は丸となので「う」と「えー」が正しいということでまああのおちょっとね、えー、そうですね「後い」で切る。 でまあ「う」がちょっと難しいけど「え」が「丸なので、まあ、あと「い」で切れるし「え」も「丸だから「まあ、う」は「あの丸にしても全然、えー、なんていうかな理屈が通るなということで「う」と「え」を「丸にしていただきたいということで、えー、正当可能性高い問題ですね。はい、じゃあ問題順位いきましょう。監査上の重要性です、はい、で監査上の重要性は、えー、これはですね正当可能性これも高いにしてますけども、えー、いいですかね問題15の最初の2行目。 計画をするにあたってはこれあらゆる利用者ってこれはあらゆる利用者ではないですよね。あらゆる利用者ではないので、えー、これはあ一般的な利用者の経済的意思決定に影響を与えるかどうかですので、まあ、ここはバツですよね。はい、で「い」えー、これ個別に重要性の基準値ね、えー、設定することこれはありますから「い」は「丸と、ね。で「う」はこれはですねうんーと。 当初決定した重要性の基準値を変更してはならないなんてこんなことをね、えー、変更するって学習してますよね×バツ。で絵の、えー、この手続き実施上の重要性のこの、えー、目的設定する理由はこれはその通りということなので、まあ、ここはいいでしょうね問題14はいいとえということになります。もう次いきますすすすねね問問問題15です、えー、問題題でではリスク評価手続きに関する問題です、ね で「これも正しいものまあ」のところですけれども、えー、ここね「可燃度リスク評価手続きで可燃度の情報を使う場合にはその情報がね当年度においても適合しているかどうか検討しなきゃいけないこれは基準通りと。で「い」いですね特に「まあ」あはね基準読んだことないよって方がいたとしてもまず「い」いですよいい。特権リスクかどうかを決定する場合はこれ。 関連する内部統制の影響を考慮してはならないと、これはもうしっかりと学習しているはずですから、これはバスとね。で。えー、っと、うはね、これ一瞬分かんなかったかもしれないですね。これ、リスク評価手続きで質問と分析は必ず実施だけども。追加的に記録や文書のやつなんて、これ追加じゃないですよ。記録や文書のやつらも必ず実施ですから。うはバスとちょっとね、うが。 まああの罰、ー、にできなかった方もいるかもしれないですね。で「え」見てみますけどえ運用評価手続きと実証手続きを同時に実施とこれはもうあの二重目的テストっていうやつですよね二重目的テストまさにこれは「丸と。なのでえっと、まああと「え」でね「丸にできる場一番いいですしあと「う」が分かんなくても「い」は「×」だと。で うもねえー「う」がなんだかちょっとよくわかんないなって言っても「まあ、あと」「え」が「るで「い」が「×」で「まあ、うは」はちょっとここ判断できないっていう段階でやっぱり、まあ、答えは出るかなというところで、えー、問題15も正当可能性が高いということになってます。はいじゃあ問題16いきましょう。問題16はですねリスク対応手続きでこれも正当可能性高い問題ですけども、えー、まず「あ」ですね。えー「あ」はこれはもうあの全般的な対応ですよね。 えー、広く全,般、まあ、全体に対する対応にはチームやメンバーへの指導監督の強化より確かな心証が得られる監査証拠を入手するための監査手続きの変更これその通りということで「あ」は、ま「るとね学習通りと。でこの後もね今あの多分受験生は学習されてたと思いますね。 基準日から期末日までの残余期間に関して手続きロールフォワード手続きって講義でもやってますけどもこれに関しては、ね、運用評価手続きプラス実証手続きあるいは実証手続きのみですから運用評価を実施しなきゃならないっていうことではないですね実証手続きはまあどんな場合でもやりますけども、えー、運用プラス実証または実証だけっていうことですからイはこれもでえー、っと「う」ですね「う」はえー、っとまあ あのこれいいですか、えー？実証手続きだけではないあのね、えー、十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合にはまあ理解した運用評価手続き実施とこれもよくやってる基準通りと, <coughs> ということですね。<coughs> すみません。で絵のところですね。絵は特権リスクで実証手続きだけをやる場合には。 必ず詳細テストをやななきゃいけないけと分析的実証手続きまでやりなさいとは言ってませんから必ず詳細テストをやるってことをこれも、まああのえー、学習されてますよねだか,らとだからこの問題16なんかはもう問題いうことでしょうね、はい、なので問題16はまあこれもちろん正当可能性が高いということで是非ね受験生にはできてほしかったという問題になります。 はいでは問題17いきましょう。えー、監査サンプリングに関すする問題です監査サンンプリングって聞くとですね一見嫌なんですけどもただねこの問題もまあ正当可能性という意味では高いにしていますね。はい、でなぜかというとまずですね「あの」あのところで、えー、まあこれはちょっとでも。 知らなかったっていう方は知らないでしょうけど、著しく多くのサンプルを抽出する必要がある場合には、統計的サンプリングをやんなきゃいけないこれはねどこにも書いていませんね。統計的サンプリングか非統計的サンプリングかっていうのはこれ別にあのそんなことは書いてないので、あのこれ誰どこからでも聞いてないと思いますね。そこを根拠にまあ罰するってことですね。まあ、環境530の a 1 a 9項なんかに書いてありますけども、あはばつと書いてあるというのはこれね。この。この 多くの著しく多くのサンプル数を抽出する必要がある場合には統計的サンプリングだってことはではない、ね、そんなことではないあのことがね明示されています。で「い」ですけれどもこれは統計的手法だけでなくこの非統計的サンプリングでやることがもうありますので「イは「丸と。で「ウもこれ基準どりなんですね。で 予想逸脱基準に今表が載ってたと思うんですけども予想逸脱率が高いほど実際の逸脱率を合理的に推定するためにより多くのサンプル数が必要になるこれは基準の表通りということ。で絵でねこれ特定項目抽出による示唆で推定するってことはありえませんので絵が×そして「う」が「丸、い」が「丸ですからまああのー、そうですね まあ3つぐらい選択肢はわかると思うので、まあ、そういった意味で問題17は正当可能性高いということにしています。はい、で問題18これも正当可能性高いというふうにしている問題なんですけども問題18はですね、えー、監査基準の第4報告基準に関する問題でまずね「えー、あ」のとこですが、まあ、これは、えー、そのままですよね。 意見区分の直前にですね限定付き適正意見を表明する場合にはねその意見を表明する原因となる事項について記載する、ね、区分を設けなきゃいけないということです。でそこにね金額的な影響額とそれに関する説明を記載することがありますよということでこれは正しいと。 ででいいですね意見不表明の場合に審査を受けなくていいなんてことはどこにも書いてませんのでここね意見不表明の場合には審査を受ける必要はないとこれは意見表明のための審査はね、えー、意見不表明だからといって受けなき受けなくていいなんて規定はないと。ねえー、そして、えー、次こうですよこれもうもいいでですよね十分かつ適切なな監査証拠を入手できないこれも監査範囲の制約です。それで え重要かつ後半こうしたら意見不表明ですよね不適正意見じゃないということで切れると思います。はい、でえっ、ー、とまあここまででね「い、えー」と「う」で切れるんで、まあ、正解は「あとへ」っていうことでいいと思うんですけども、えー、一瞬ねドキッとした方いると思います仮想通貨取引とか出てきてですね新しい会計取引が行われている場合財務所要の適正性を判断するにあたり 経営者による会計方針の選択や適用方法が会計事情や取引の実態を適切に反映するものであるかどうか事故の判断で評価しなければならないと、うん、事故の判断で本当にいいのって思われた方いらっしゃると思います。でもこれね基準がなきゃ 会計士は事故の判断ででやるしかないんですでそれがまた会計士のねあの、まあ、貴重なところでですね、えー、その判断がやはり専門家としてねあの、まあ、AI ではねできないであろう判断ということになりますのでこれは平成14年のね実は改定前文 ええ、三の九、かっ一、丸三というところに書いてありますね。こういう場合、基準がない場合には、自己の判断でね、評価するんだということですから。まあ、ここもですね、まあ、絵のところが、まあ、なんかね、あの、できなかったとしても、意図うで罰で切れるということになりますので。まあ、そういった意味で、十八も正当可能性が高いというふうにしています。はい、えー、っとね、残り二問ですね。問題十九と二十、これは正当可能性中程度というふうにしています。 はいで、えー、問題19はですねまず「あ」のところここはねあのちょっと講義でもね聞いたと思います。えー、その他の他区分として利害関係がない記載をするということでこれは「丸なんですね。で「い」のところですね「いは」は、えー、これはですねえー、っとまあここも。 ままなななんかかかととところがないかなといいう,うに読めたかと思います経営者の責任の区分にはね、うん、まあ監査のね前提に関する利用者の理解に資するために、えー、経営者が適用される財務報告の枠組みに準拠して財務省を作成する責任を有する不正または誤謬による重要な虚偽要示のない財務省の作成に必要な内部統制の整備運用に対して責任を有するこれは監査報告書の雛形を読んでた方はねあそうだなと思って丸にできたかと思います。はい で「う」のところこれ監査報告書の宛先「大取」なんてこれ言ってないですよね取締役会だと言ってますのでまあここはですねツにできたとまあいうことで意外とできた方もいるかなとは思いますがまあちょっとね「あのー」のあのところがまあちょっと聞いてなかったなっていう方や「あまあそうですねい」イがまあ丸だっぽいんだけどちょっとよく分かんないなと思った方であのーね、きっちりこれだっていうふうに 選べなかったということはよく分かりますので、まあ、正当可能性は中程度と。絵のところはこれはねあの監査報告書のひな型読んでた方はこれ「示唆に基づき監査を実施する」ってこれあの昔勉強されたことがある方はねあそうなんだろうなと思ったかもしれないですけどこれはね数年前の改定で「示唆に基づき実施」っていう言葉は監査報告書入んなくなりましたから、えー、その意味でこの「絵の選択肢は「×」と。 いうことで、まあこれで後ろが答えになるということですね。はい。で、えー、問題二十いきましょう。問題十。これは不正リスク対応基準の問題ですね。最いここのところ不正リスク対応基準のね最後の方で出るってことがあの結構ありますけども、えっ、ー、とまずですねあのところでこれ循環取引これはね不正リスク対応基準に定めなかったって書いてあるんですよね、えー。ちょっと見送ったと。だから。 循環取引の話が出てきた時点でまあこれツなんですけどで特にね取引先企業の監査人と連携ってここまでは規定されてないので特にまあ実務あね、えー、やってるとよ,より分かるんですけども、まあ、この循環取引については不正リスク対応基準上規定がないということになります。はい、でえー、っと次ねえー、っと「監査人は監査実施の過程において」 えー、経営者の関与が疑われる不正を発見した場合には関西、まあ、役等に報告し協議の上経営者に問題点の是正等適切な措置を求めなきゃいけない、まあ、これはですねいわこれはえー、っとそうですねかん、まあ、丸なんですけどもこれは基準で言うとね、えー、不正リスク対応基準の設定全文の3かっこ3かな。 八といったところにまあ書いてあるっては書いてあるんですけど、まあ、ここら辺がちょっと難しいですよね「い」のところが「丸っぽいんだけどどうかな」。で「う」のところですね「う」もこれもですね「えっと、丸ですよね「う」もこれも積極的確認で回答がねないかまあ不十分な場合はしっかりね全て回答を入手できるように留意してもしね代替的な手続きをやる場合には慎重にしてよと。ね、確認っていうのは 監査証拠の、ね、証明力が高い、えー、証明力の強い監査証拠が入手できる手続きなのでそれに対して代替手続きあるしかも不正リスクが存在するような場合にはね、えー、これは慎重に判断しましょうってことが基準上書いてあるとだから上丸にできたかもしれと、ね。で A ですねこれは引っ掛けですよ。監査実施の過程において不正による重要な虚偽表示の疑義をここです。 示唆する状況を識別した場合には想定される不正の対応等に直接対応した監査手続きを立案し監査計画修正これは示唆じゃなくてこれはね疑義なんですよねあの示唆の段階まレベルではまだで疑義をね識別した場合にはそうしたらね監査手続きを立案し計監査計画を修正するということであってここに関して示唆する状況ではないということがまあ あの気づけたかどうかというところでまあちょっとねそこ気づくのは若干難しかったかなと思いますので中程度ということになります。ねえー、以上が、えー、全体の問題のね、あのー、全体的な個々の問題を全部解説してきました。でこれをねまとめるとこういうことになります。えー、と 問問題題から問題20まで、ちょっとあの画面ちっちゃくて見えないといけないのでこんな形で,です、ね、全部5点で全て正しいものを組み合わせを選ぶ問題です。そして、ここここうう、う、う、からね、とこれで問題10まで。で11が中12が中でそこから13から18までがこうで1920が中ということになっていてこうするとですね正当可能性ってですね として集計すると正当可能性高いつまりまあ合っててほしいなっていうのが9問で中程度が8問でもう間違ってても全然影響ないよっていうのが3問ということになっていてでそうするとですねこれを、まあ、我々のね計算式でまああの客観的に計算すると大体合格ライン12問程度じゃないかなと思います。で前回がやっぱり7割程度 ってことで考えると、やっぱりね今回の問題は難しかったと思います。でその理由としては、あの合っているんだか合ってないんだか分かんない選択肢。 がある上にですねちょっと実務的な内容が多いということになりますので、まあ、そういった意味でねあのもうちょっとね前回に近い問題が出るかなと想定していた分ですね、まあ、前回がちょっと簡単だったという意見もあったんですよね。そういった意味であのやや細かい、えーまあ、かなり細かい話も出てきているということであの結果としてですね あの六割ぐらいは意外と取れてたかもしれないです。あの合格者のレベルとしてはね、合格者のレベルとしては六割ぐらいになるかもしれないですが、終わった時の印象としては、ね、非常に難しいという印象を受けたと思います。で、あの一個言っとくとですね、あの論文式試験でこんな細かい問題っていうのは正直出ません。えー、論文式はあのここのところずっとですね、まああのいい問題だと言ってね、あのあの言って。 講義解説してるんですけどもあの論文はもっとね本質的なところをちゃんと分かってますかっていう問題が出るのでやっぱり担当の知識としてこれがこのレベルがね抑えられてればもう論文としてはね知識レベルとしては十分です。ただこっからね 分かってるのと書けるのっていうのは全く別問題なのでそういった練習をですねこの担当ね、えーまあ、終わって論文対策として挑む場合にはその書く練習になってきますのでまあ,あのそういった意味で、えー、全然ねレベル難易度っていうのは違ってあの、えー、も難しいポイントっていうのは違ってきますけれどもただ知識レベルとしてはもうこれ以上細かいことをやる必要はありませんので、えーまあ、あの今回ね試験を受けられた方はぜひねあの復習はしていただいてそうだったなあるいは細かいところはまあ これは担当論点だなということで思っていただいてでそしてですね、えー、論文に臨んでいただきたいとであるいはね担当まだ受けてない方で今後担当を目指そうという方は、まあ、今日ねこの解説で、えー、低いと難易度が低いといった問題まであのあの授業、ね、講義を受けたり、えー、自分でね勉強してる中でできるようにしようと思わずにですねそんな時間があったら計算科目をやると。 高いと中程度というところまで抑えれれば合格は全然できるんだというふうに思っていただいて監査のね勉強を進めていただきたいというふうに思います。というわけでレックのまあ回答今回の28年の12月の本試験の合格ラインの予想はまあ6割程度、まあ、7割できていれば上出来だと思いますね相当あの上の方に行けるんじゃないかなというふうに思います。はいえー、それではではすね、えーまあ ね、あの若干1時間弱ですけども、えー、これでね、えー、2018年の12月の短縮基本試験の解答速報の、えー、講義を終わりにしたいと思います。どううもごご清聴ありがとうございました